それでは聞いてください。好きと言ったのはあなたなのに。を手に取ってページめくってみたけどちっとも進まないまま西の窓に向かってため息ひとつ三日月に笑われてるみたい。好きになったほどなだけ寂しくなっていくだけ。忙しいことがあって分かってはいるけど一つくらいもねえできなかったの。会いたいって言い出すのはいつも私の方な気がする。こんなに好きになるなんて思ってなかった。このままね眠くなったらいいのに。明かり消してみたけど止まったままの気持ち。言いたいこと隠して毛布に潜り込むのはあなたに嫌われたくないから。悪気ないことだってわざとじゃないのだって